各位好，我是王中龙，欢迎大家收看我的 3DS 版《勇者斗龙三》十一代的实况录影。我们先来看一下目前的进度。我来到了萨马迪王国，为了找大树的树枝。然后呢，看见了萨马迪奥啊，巴里斯海诺，准备你心を奪われ。全く取り合ってくれなかった。そこへ王子であるファーリスが現れ、太中の枝は、この虹色の枝だと一向に教えると、忙しい王の代わりに相談に乗ると話し、王子の資質で会うことを約束する。不过、大家找的萨马迪王呢？他因为一心都在要准备法里斯碑上，所以完全不理会我。所以这时候王子法里斯现身，然后告诉我们大树的树枝是国宝，不过他可以代替忙碌的国王来替我们说情，然后约我们在王子的房间里面见面。王子の資質に向かった一行は、頼みを聞いてくれれば、枝を譲るとよう王に掛け合うと王子から提案される。話の続きは、城下町のサーカス一座がやっている。ショーを見ながらすることとなり、竜たちは夜サーカステント前に来るよう頼まれるのであった。前往王子房间的一行人听了王子提议，说如果能够帮他达到他的请求，他就愿意去向国王说情，要国王让出树枝来。不过呢，后续详情就是希望能够在城镇里的马戏团表演中边看边说。于是王子就约我们晚上到马戏团的帐篷前面。这就是前情提要了。那么目前已经是晚上，就去马戏团前面找王子吧。呀，来たな。約束通りサーカスを見ながら例の話の続きをしようじゃないか。テントに入る準備はいいか。哦，你们来了。那我们就照之前说的，边看马戏团边说之前那件事吧。做好进帐篷的准备了吗？好，就进去吧。よし、いい返事だ。もうサーカスは始まっているようだし、早速中に入ろうじゃないか。好，不错。那么我们。既然马戏团都已经开始了，我们就赶快进去吧。さて、お次は世界を飛び回っては、訪れた町を魅了して去っていく謎の旅芸人の登場だ。那么接下来要表演的就是巡回世界各地，在风靡了所到的市镇之后就离去的神秘旅行艺人登场。流浪の旅芸人シルビア、摩訶不思議なショーをとくとご覧あれ。流浪的旅行艺人西维亚，西比亚。请大家来看观看他那个非常不可思议的表演吧。呀，間違えて全部燃えちゃったわ。誰か助けて。
哇，弄错了，结果全部烧起来，救命啊！某大妹，哦，不行了。哇，这个表演我觉得比 PS4 版还要棒。なんてね、ふふ、大切なお客様に怪我などさせません。楽しんでいただけましたでしょうか？我怎么会让重要的客人受伤呢？看得开心吗？みんなサーカスに夢中のようだしだな。ではそろそろ本題に入ろうか。これから言うことは口外しないでくれよ。皆さん口外吗？新年口外好了。大家好像都专注在马戏团的表演上面，那么我们就差不多该讲正题了。言归正传，我接下来要说的，请你们不要说出去哦。今度騎士たちが乗馬の腕を競うバリス杯というレースが行われるんだ。接下来将会举办一场要竞争骑士的骑马技巧的比赛，赛马比赛叫做法里斯杯。それに僕も出場するんだけど、一つだけ大きな問題があってね。実は。而我也会出场比赛，不过有一个大问题，就是僕生まれてこの方、馬に乗って走ったことがないんだ。就是我从出生到现在，从来没有骑马跑过。これまでは部下の協力もあって、父上や国民たちを欺くことができたが。レースに出たらいよいよボロが出てしまう。之前都是因为有部下帮忙，所以能够瞒过父王还有国民。不过如果要比赛的话，那一定会有破绽的。だけど今回は僕の16歳の誕生日を祝う大切なレース、出場しないわけにもいかず、これまでずっと頭を悩ませてきた。可是这一次的比赛是庆祝我16岁生日的重要的比赛，我不能够不出场，这所以一直以来都让我感到烦恼。そんな時君が現れたのだ。僕と同じ性格をしている君がね、君こそ僕の影武者にふさわしい。就在这时候你出现了，你的身高还有体型跟我一样，你最适合来当我的替身了。影武者って言ったってレースに出たら一目でバレるだろ。どうやってごまかすんだ？就算要当你的替身，可是出场比赛的话，应该一看就知道了吧？那要怎么样瞒过别人呢？呵呵，心配ない。王族は身の安全を優先させるため、鎧と兜を身につける絶対にバレっこないんさ。哈哈，不用担心。我们王室啊，因为要优先保护生命安全，所以会穿着铠甲头盔，绝对不会被揭穿的。頼む、一生のお願いだ。僕の代わりに僕のふりをして。レースに出場してくれ、頼む。拜托，我这辈子就拜托你了。请代替我，装成我的样子去比赛吧，拜托。何それ、そんなのずるっこじゃん。リュウ、こんな頼みを聞く必要ないわ。你在说什么啊？这太卑鄙了吧，钟龙，没有必要听他的请求。
あれ、そんなこと言っていいの？虹色の枝が欲しいんじゃなかったっけ？え？这样好吗？你们不是想要七彩的树枝吗？哇，塞特，好卑鄙啊！维罗妮卡，讲话很直接。なんとでも言うがいい。手段を選んでる場合じゃないんだ。さあ、僕の代わりに出場してくれるよね？随便你说。现在不是讲手段的时候，讲究手段的时候了。愿意代替我出场吗？好吧。よかった。そう言ってくれると思ったよ。レースが無事に終わったら、日色の枝の剣は父上にかけ合うと約束する。太好了。我就知道你会这么说的。等比赛平安的落幕，顺利的落幕，那我就会跟父王帮你请求，那个我就会就七彩树枝的事情帮你为父王请求。我答应。今日は君たちのために宿を取ったから、そこで泊まってくといい。明日になったらレースハウスにある王族控え室に来てくれ。我已经帮你们订好了住宿了，你们就去住吧。到了明天就来赛马屋的王室准备室来。レースハウスの入り口は城下町の西側だ。迷わないよう気をつけるんだぞ。それじゃ僕はこの辺で失礼するよ。赛马屋的入口就在城镇的西边，可要留意一下，不要迷路了，不要弄错了。那我就先告辞了。龍たちはファリス王子の計らいで城下町の宿屋で一夜を過ごすことにした。于是我们就在法里斯王子的安排下，在城镇的旅馆中过了一夜。そして夜が明けた，然后天亮了。おはようございます。昨夜、不对，应该说昨日はサーカスを見られたようですね。さぞお楽しみいただけたことでしょう。早安，昨天晚上你们有看马戏团的表演吗？那应该看得很开心吧。さて、いよいよファリス杯が開催されます。城下町もますます賑わってますよ。接下来终于要举办法里斯杯了，城镇也越来越热闹了呢。え、レースハウスの王族控室なら、パドックの西にある建物の立派な部屋ですよ。では、行ってらっしゃいませ。你们要去赛马屋的王室的准备室，那就在小围场西边的那个很漂亮的房子。对吧？那么就慢走。好，去见王子吧。先听听看伙伴说什么话好了。なんだかこの国の誰もが楽しそう。いよいよ始まるファリス杯を前にして、サマディ全体が期待に満ちているようです。哇，感觉上这国家每个人都很开心呢。面对即将要开始的法里斯杯，整个サマディ都充满了期待。先日の王子様のお話ですと、レースに出場するにはパドックの西にあるレースハウスという建物に行くんですよね。听昨天王子说的，我们要去，要出场比赛呢，是要去小围场西边的那个叫做赛马屋的房子嘛。バリスハイは一度きりの真剣勝負。教会で勝利を祈りしてから向かわれるのも奇跡かもしれませんよ。法里斯杯是只有一次的，叫什么？
只有一次，只举行一次，没有再来的正式比赛。最好先去教会祷告能够胜利，再去比赛或许会比较好哦。やれやれ、あの王子には表紙抜けしたな。虹色の枝を手に入れるためとはいえ、厄介な頼みを引き受けちまったも、しまったもんだ。唉，我真的是败给那王子了。虽然说是为了七彩树枝，可是这下可真是接到了一个倒霉的请托呢。しかし忍び寄って旅芸人すごかったぜ。こんなことにはなっちまったか。ただで鑑賞できたのも、できたのはラッキーだったな。不过那个叫西比亚的旅行艺人真的是很厉害，虽然我们必须要做一些麻烦事，不过可以免费的观赏到表演，真的是很幸运。タク、何よあの猫、カブリ王子。日色の枝が欲しいならレースに出ろだなんて思い出すだけで腹が立つわ。靠，什么嘛？那个装一副好人样的王子，居然说什么想要七彩树枝就给我去比赛，哦，光想起来就让人生气。とはいえ勝負となれば話は別よ。あんたしっかりレース場で練習してバイスハイとやらで優勝しなさいよね。但话说回来，既然要比赛了，那就另当别论啦、啊、你可要给我好好的去练习，然后在那个叫做什么法里斯杯的得到冠军哦。相当的不客气。好吧，先去记录一下。没得到冠军就重来。バリス王子様だったら、この、ここの王徳専用の控え室にいらっしゃると、入っても良いが、粗相のないようにな。你们要找法里斯王子、他就在这间王室专用的准备室中。你们是可以进去、不过可千万不要失礼了。ああ、よかった。リュウさんじゃないか。来てくれなかったらどうしようかと思っていたところだったんだ。感謝するよ。啊，太好了，中龙你来了。我正在伤脑筋说，如果你不来的话，我该怎么办呢？多谢你啊。さて間もなくバリスハインが始まる。僕の代わりにレースに出場してくれれば、約束通り日色の枝の剣を父上に掛け合うよ。啊。法里斯杯马上就要开始了，如果你能够代替我去比赛的话，那么我就会照约定去帮父王为你们说情那件七彩树枝的事情。さあ、レースに出場の準備はいいかい？你们做好准备去比赛了吗？よし、さすがは僕が見込んだ男だ。では、まずサマディ王族の鎧と兜を身につけてもらうぞ。好，不愧是我看中的男人。那么就先穿上沙马迪王室的铠甲还有头盔吧。哪里心配ない。君の性格なら僕とそっくりになるさ。さあ、啊，你不用担心了，以你的身高体格跟我是一样的。来，于是我就穿了铠甲跟头盔了。哦，バッチリ似合ってるじゃないか。これならまさか別人だとは誰も思わないだろう。啊，真的是完全合适呢。这样子一来啊，应该是不会有人认为是其他人来假扮的。さてそろそろバリスハイが始まるぞ。啊，那么法里斯杯也差不多要开始了。パドックの北にあるレース場の入り口に僕の馬の世話係がいる。
彼に話しかけて馬に乗せてもらうだ、もらうんだ。在小围场的北边的那个赛马场路口，有我的马夫，你跟他问话就可以骑马了。レースが終わった後は、城の地下にあるレース場へと続く通路で待ち合わせをしよう。そこでまた入れ替わるっていう流れだ。等到比赛结束了，我们就在城的地下室那一条通往比赛场的通道上汇合。我们就在那里再换一次，这个就是流程。さあ、君はもうサマディの王子だからな。くれぐれもレースを頼んだぞ。王子にふさわしい走りを期待しているからな。好，你已经是萨马迪的王子了。这场比赛可千万拜托你了。期待你像一个王子一样，跑出一个好成绩来。像个王子一样跑出好成绩来。伙伴，目前没有说话的伙伴。哦，王子様、この子供たちがどこからか。侵入しまして申し訳ありません。すぐにおいたします。啊，王子，这些小孩子不知道从哪里闯进来的，对不起，我马上赶他们出去。哇，王子様、お話できて光栄です。帰ったらうちの娘にも自慢します。哇，是王子，能够跟您说话真的是太感到荣幸了。等我回去了，一定跟我的女儿自豪一下。门锁住了。哇，红魔龙的王子様だ。欧馬のレース頑張ってね。哇，是真的王子耶。赛马比赛要加油。さあ、レースもいよいよ目前。ファリス王子様がさっそうと、パドックに現れたぞ。好，比赛终于就要开始了。法里斯王子萨兰的出现在小围场。果たしてファリス王子様に勝利の女神は微笑むのだろうか。胜利的女神终究最后会对法里斯王子微笑吗？え、何してるか。だって見ての通りファリス杯ごっこだよ。嗯，我在做什么？你看也知道嘛，我们在玩法里斯杯，在学吧法里斯杯。みんな王子様のレースに注目してるんだ。女の人たちは特にそうだよね。そうだね。これは熱いレースになるよ。間違いない。大家都很关注王子的比赛，尤其是女生，她们。这一定会是一场很热烈的比赛的。おー、すげえ。これがレース前のパドックか。なあなあ。モグパックンはどこにいるんだ？啊，太棒了！这就是比赛前的小围场啊！哎哎，モグパックン在哪里呀？王子様といえど、勝負は勝負です。私も騎士の端くれです。正々堂々と勝負しましょうね。虽然您是王子，但是比赛就是比赛，我也是个骑士的一。我也是名列骑士的一员，我们就来堂堂正正的比一场吧。可惜，一点都不堂堂正正。王子様、間もなくレースです。ここを抜ければすぐにレース場。ご準備ができましたら、お通りください。王子，马上就要比赛了，穿越这里就是比赛场。您准备好的话，就请过去吧。王子様、レース場はこちらです。応援しております。王子、这里就是比赛场。我会替您加油的。上面有很多人，可以出去讲话吗？啊，不行。やや、王子様、いよいよファリス杯が始まります。レース場へとお進みください。王子、
法里斯杯就要开始了，请您前往比赛场吧。これはこれはファリス王子様お目にかかれて光栄です。啊，这是法里斯王子，能够见到您真是我的荣幸。王子様とお手合わせ願いたかったんですが、怪我でレースに出られなくなりましてね。王子様と走れないことが残念でなりません。虽然我很希望能够跟王子交手，可是因为受伤，没有办法去比赛。没有办法跟王子比赛，真的是很遗憾。怪我が治ったら、きっと勝負してくださいね。もろん王子様だからと言って手加減はしませんがね。いてて。等我伤好了，还请一定要再来比一场哦。当然，我不会因为您是王子就放水的。好痛。那个。冠军呼声最高的那个选手因为受伤没有办法参赛。いってらっしゃいませ王子様，您来了王子，欢迎光临王子。毛色很漂亮的马。いや、法里斯王子様，馬の調子はバッチリ整えてございますよ。レースのご準備はよろしいでしょうか。啊，法里斯王子，马的状况非常的完美。你已经准备好要参加比赛了吗？好。哦，さすが王子様です。それでは早速馬に乗ってください。私はご入場の準備をしてまいります。啊，不愧是王子。那么，请你马上骑马，我来准备入场。本日はお日柄もよく。今天万里无云。キャー、ファリス様が来たよ、来たわよ。哇，ファリス王子来了。今天风和日丽，万里无云，可以这样说。ファリス様、ファリス王子。キャー、かっこいい。哇，好帅哦。すごい歓声じゃない。さすがは騎士の国の王子様ね。哦，大家欢呼得很热烈嘛，不愧是骑士国的王子。私シルビアっていうの、騎士の一人が怪我しちゃって代わりに参加することになったのよ。我叫做西比亚，因为有一位骑士受伤了，所以我就带他来参加。王子様だからって手加減しないわ。正々堂々勝負しましょうね。我不会因为你是王子所以就放水哦。来堂堂正正的决赛吧。最后一圈，还好闭幕呢。
读到了第一名。すごいぞ、リュウさん。まさか優勝するとは思わなかったよ。君には馬術の才能があるよな、あるな。太了不起了，钟龙。我没有想到你会得冠军呢。你真是有骑马的才能啊。さあ、変わってくれ。これからみんなの前に出ないといけない。今度は僕が馬に乗る番だ。来，换我来。接下来我必须要出现在大家的面前，换我骑马了。君のおかげで助かったよ。虹色の枝の剣は僕が何とかしよう。それじゃまた後で。托你的福啊，得救了。关于七彩树枝的事情，我会帮你想办法的。那么我们事后见。こうして勇敢な走りを見せたファリス王子は表彰され、サマディ王国中の人々から声援を受けることとなった。于是，表现出英勇骑姿的法里斯王子接受了表扬，并且受到萨马迪王国的国民一致的欢呼。呼，ここまで来れば大丈夫だろう。呵，来到这里应该就没有关系了吧。ありがとう、リュウさん。君のおかげで面目を持てたよ。保てたよ。保てたよ。早速虹色の枝のことだが、谢谢你啊，钟楼。因为有你的关系，所以让我保住了面子。那么，关于七彩树枝呢？獅子の国のお坊ちゃん、さっきの走りやるじゃない。私感動しちゃったわ。騎士国的少爷，啊，你跑的真是太棒了嘛，让我好感动哦。何よ、がっかりだわ。せっかくいいレースができたと思ってたのに、入れ替わって潰してたのね。什么嘛，我好失望哦。我以为那是一场很棒的比赛，结果居然是找替身啊，这太贼了吧。那难道有あなたに何がわかるんだ。王子が馬に乗れないなんてバレたら国民たちの期待を裏切ることになるんだろう。这你在说什么，你懂什么。一个王子身为王子却不会骑马，这件事情如果被知道了，那会让国民大感失望的。全員が嫌な気持ちにならないためにこうしてるだけだ。これで全てが丸く収まるんだから問題ないだろ。为了不要让大家失望，所以呢我才这样子做的，这样子一切都瞒过去了就没问题了。要说瞒过去也不好，好像反正就是圆满的结束了，这样一切都圆满的结束了，就没问题了。嗯，そうかしら。勝てない勝負でも正々堂々と戦うのが騎士道ってものではなくて。哦，是吗？就算是赢不了的比赛，也要堂堂正正的应战，这不是叫做骑士道吗？黙れ、僕はこの国の王子だぞ。流れの旅芸人が王子である僕に騎士道を語るんじゃない。闭嘴，我可是这个国家的王子，你一个流浪的旅行艺人，不要跟我来扯什么骑士道，跟我这个王子来扯什么骑士道。王子様、失礼します。王子，不好意思。はい嘞，进来。国王様がお呼びでございます。ファリス様の勇敢な走りに大変心を打たれたご様子です。国王要正在传唤您，因为ファリス王子您的英姿，您那个英勇的骑马英姿
让国王深受感动。啊，我看到，斯库尼库哟，啊，我知道，我马上过去。リュウさん、君には世話になった。虹色の枝の剣は僕が何とかするから、後で局長の間に来てくれ。庄龙，真的是让你帮了一个大忙。七彩树枝这件事情呢，我会帮你想办法的。你等一下再来王座吧。あなた、リュウちゃんっていうのね。あなたの走りとってもしびれたわ。またどこかで会ったらよろしくね。你就是钟楼吗？你的骑马的英姿啊，让我好受感动。我们如果以后有缘再见面的话，再请多指教哦。得到了新的称号，法里斯王子的替身。やれやれ、やっと面倒事が終わったな。王子様のお守りはもうゴリゴリだぜ。唉，麻烦事终于做完了，我已经不想再帮王子擦屁股了。ファリス王子なら王様に呼ばれてサマディ女王に向かっていたよな。ファリス王子他好像被国王叫进萨马迪城了嘛。さあ、リュウ。ドクターの間に行くぞ。さっさと虹色の枝という手のをいただいて、この暑い国からずらかろうぜ。我们走吧，钟龙，去王座那里，赶快把那个七彩树枝拿到手，然后滚开这个很热的国家吧。飛び入りで出場された旅芸人のシルビア様、驚くほど早かったというのに、まだ本気を出していないようにも見えました。突然参加比赛的旅行艺人西比亚，他跑的骑马的速度啊，真的是很惊人。不过，我也觉得他好像还没有拿出真本事。サーカスのショーも素晴らしかったですし、シルビア様不思議な方です。なんだか気になりますわ。他在马戏团的表演中也是表现得相当的出色。西比亚真的是很不可思议的人呢，让我一直心里有个这个人，让我一直很在意。バリス杯のシルビアさん、とっても速くてかっこよかったな。バリス杯的シビア跑得好快啊，真的是太帅了。でもレースに出た私のパパだってシルビアさんには勝てなかったけど、同じくらいかっこよかったんだから。不过呢，我爸，我参加比赛的爸爸虽然说并没有赢过西比亚，可是也一样的帅。あ、そういえばシルバーハイっていう新しいレースが始まったみたいなの、早く見てみたいな。あ、倒是新的叫做银杯的比赛就要开始了，真想快点看到。あんた聞いてくれよ、私はこの人の商法とやらにマンゴルド払ったのさ。你听我说，我为了这个人的必胜法付了10,000块钱。その商法というのは、奥院が勝つってことだけど、勝つどころかレースにも出ないじゃないか。他的必胜法呢，就是奥古一会赢，可是别说他赢了，根本连出场比赛都没有啊。もう人言ったらありゃしないよ。金を返してもらったら、この男を砂漠のど真ん中にでも捨ててこようかね。真的是再差劲不过了，这种事情，我跟他要钱啊。我想看这是
等我跟他要回了钱之后，就把这个男的给丢到沙漠的正中间好了。问你是要得到钱吗？違うんですよ。これは陰謀です。秘書法は編み出した私を貶める罠です。私は嘘なんてついてません。不是的，这是阴谋，这是要陷我于罪啊！因为我编出了这个必胜法，我没有说谎，我没有骗你啊！本当は奥義が数多めだったんですよ。それなのに私の標本があまりにも当たるから国が危険視して私を罠にはめたんです。奥古一真的会赢的，这个是命运啊！可是因为我的必胜法实在是太厉害了，赢了太多了，国家认为这很危险，所以才会陷我于罪。なんだよそんな目で。皆さんな、レースの予想が外れてへこんでてな、心を落ち着かせるためにここにいるのさ。干什么？不要这样看我了。我正在因为没有猜到比赛的结果而沮丧呢。因为想要让心里冷静一下，沉静下来，所以才在这里。のんびり屋さんの馬に乗り切れば、心も体も安らぐんだぞ。あんたも騙されたと思ってやってみるといいぜ。如果你能够跟一个跟这种他在学装成马吧，他说马很悠闲，如果你能够像马一样悠闲的话，那这样子你的身心都能够觉得安详的，你就当作被骗来试试看吧。他们讲的话会不会改变呢？激しいレースが行われている中、なんと謎の旅芸人シルビアが乱入だ。就在比赛正激烈的时候，突然有一位不明的旅行艺人西比亚闯入了。さあ、シルビア早い早い、あっという間にマグパックを追い抜いて、早くもドクストなので風のようだ。哇，西比亚真的是太快太快了！才一转眼的机会，才一转眼的时间，就超越了莫古帕昆，一下子就独自的逃在前面，就像一阵风一样。哎，なにしてるかだって、見ての通り、ファリスハイゴクよ、ゴクだよ。我在做什么？你看也知道，我正在学法里斯杯啊。いきなり謎のおじさんが乱入してきて。がぜん面白くなってきたところなんだ。これは熱いレースになるよ。間違いない。突然有一个不明的大叔闯了进来，所以情况变得非常的好玩。这一定会是一场很激烈的比赛的。俺が何をしてるかだって？我在做什么？やだな、見ての通りさ、馬が機嫌悪くて走ってくれないから、俺だけでも走り込みをしてるんだ。哎呦，讨厌！你看也知道，因为马的心情很差，不愿意跑，所以我才想要自己来跑一跑。ファリス相手も完敗だったからね。少しでもシルビアに近づけるように特訓しなくちゃいけないんだ。因为我在法里斯杯败得彻底嘛，所以为了要尽可能的能够追上西比亚，所以必须要特训。さすらいの旅芸人シルビア山頂、はいよ、パカラパカラ。流浪的旅行艺人西比亚来了，来。啪啪啪啪！西比亚早い、はいよ、パカラパカラ。西比亚好快哦，啪啪啪！
这个是赛马场。讲的话不一样，好吧。おい、お前さん、ファイズハイは見たか？シルビアさんが出場してて、びっくら恋だぜ。しかもあんなにも早いだなんてな。おい、你有看ファイスベイ吗？シビア有出场，有够厉害的，而且跑得好快啊。应该不是好，他有出场，而且吓了我一大跳，而且跑得很快。もしシルビアさんが出るって知ってたら、張り切って観戦しやすいベストポイントを抑えただろうに、ちえ悔しいぜ。如果我早知道シビア他会出场的话，我就会死命的也要站到一个好观战的最佳地点了。可啊，真是太恨了。他也不甘心。算了，之前已经玩过一次，而且就算你把别人换到前面去，主角还是在前面，这点让我非常的意外。譬如说，如果我把卡缪放到第一位，结果在前面的还是主角，所以不能够像三代一样，因为三代如果把女生放在前面的话，那个为我爬扶的女生就说：“哎呀，不理我了。”这没有办法像三代一样，真的蛮可惜的。爬扶只能够对男生用，这个是三代的规矩。ファレス王子様が、ファレス様が活躍して王様も大満足みたいね。因为ファレス王子表现出色，所以国王也非常的满意。これでますます王子様の人気も上がっていくんでしょうね。这样一来，王子他在国民的心中也会越来越受到欢迎吧。俺たちの指導教官はファレスハイの王子様を見習う。ファレスハイの王子様を見習えなんて言うけど、レースと剣の訓練は全く別のもの、全くの別物ですよ。我们的指导教官要我们好好学习法里斯杯的王子，可是赛马跟剑的训练完全不一样嘛。さあ、ファリスハイの王子様の力強く勇ましい様子を見習って、訓練にも気合を入れるんだ。好，你们可要好好的学习法里斯杯中王子那坚强、英勇的表现，好好的努力训练了。ファリスハイは素晴らしいレースでしたね。あんな風に王子様が走れるだなんて。僕らは全然知らなかったですよ。哇，法里斯杯真的是太棒了！那场比赛，王子居然能够跑的那样子，我们一点都不知道。いつかファリスハイに出るような立派な騎士になれるように頑張って訓練を積みますよ。我们会努力的训练，希望有一天能够成为一个出色的骑士，在法里斯杯中出场。法里斯様のご活躍には王様も満足されているみたいだぜ。因为法里斯王子的表现，所以国王也相当的满意。けどここだけの話、レースを走ってた時のファリス様は王子様らしくなかったんだよな。不过，我跟你讲，你不要说出去哦。在比赛的时候的那个王子并不像是王子啊。果然是国家的部下，还是看得出来。要去啊去亚伦娜，这个还是讲的话一样。哦，我卡西州法里斯萨玛嘎
ちゃんと馬で走れるなんてそんなことあるはずがないか。太奇怪了，法里斯居然能够顺利的骑马在场上奔跑，应该不可能的啊。これは災いの予兆かもしれない。何か悪いことが起こらなければいいか。这或许是什么灾难的预兆，希望是不会发生什么坏事情。好吧。今のサマディ王も16歳の年に自らの名を冠するビッグレースで走り、王都市での格の高さを世に知らしめたのです。目前的萨马迪王，他在16岁的时候，也是曾经在冠有自己名字的大比赛中出场比赛，然后让世人知道了他身为国王的能力有多强。今回のレースでファリス様も国民から上々の評価を得られたことでしょう。これで城に使える私たちも一安心です。经由这次的比赛，法里斯王子应该也会得到国民相当优异、相当高的评价。这样一来，在城里面服务的我们也就安心了。え、ちゃんの話不一样了。ああ、どうしましょう。猫の様ちゃんが見つからないんです。本当どこに行っちゃったのかしら。あ、怎么办？我的猫呢？有一只叫做沙马的猫，一直找不到。它到底去了哪里呀？こんなにいなくなったままだなんて、何か悪いことでも起こらなければいいんですけれど。居然会不见这么久，希望是不会发生什么不好的事情。看来士兵都觉得很可疑，所以真的有一只叫沙马的猫不见了吗？问题是哪一只猫叫做沙马？谁知道呢？他说沙马最可爱最漂亮。但是谁知道哪一只猫是最可爱最漂亮的猫？每次长得都一样。是藏在柱子，必须要搜寻一下才能够找到吗？还是怎么样？应该不是什么事件吧？ファリス様でしたら王様のところにいると思いますよ。您要找法里斯王子的话，我想他应该在国王那里。しかし変ですよね。王子様がちゃんと走れるはずがないのに、砂漠に行く人も来るんじゃないでしょうか。可是好奇怪哦，王子不可能骑得那么好的，难道在沙漠中会下雪吗？太阳要打从西边出来了，沙漠的沙漠要下雪，这个士兵也是觉得奇怪，非常的可疑啊。ありがたき言葉、お言葉、今後もこのファリス騎士として精進いたします。国王您的话真的是令人感谢吗？今后我法里斯也会努力的
努力的磨练我的骑士的能力的。キタカ、你们来了。父上、実はお願いがあります。あちらの旅の方の頼みを聞いてはくださいませんか？父王，我有一件事情想要拜托你。可以听一下这几位旅行的朋友他们的请求吗？ほう、人助けとはさすがは我が息子、騎士道をよく心得ているな。なんだ、言ってみろ。啊，不愧是我的儿子，居然热心助人，看来相当对于骑士道有相当的心得呢。是什么事情呢？你们说吧。はい、そのお願いというのはあちらの旅の方に虹色の是。他们的愿望就是要拿到，希望能够得到七彩。哦，什么？大変です！国王不得了了！サソリの化け物です。バクラバ砂丘にまたあのサソリが現れました。巡回中の兵士が怪我をした模様です。出现了蝎子怪物。那个只蝎子又在巴克拉巴沙丘出现了，巡逻的士兵已经受伤的样子。哎，あの砂漠のクロシアか、毎年この時期になると決まって現れるな。哦，又是那个只沙漠的杀手啊，每年都在这个时期一定会出现。自国の平和を守るのは騎士の務め、二度と現れぬよう。よりすぐりの騎士を発見し、今度こそ息の根を止めてくれるわ。维护国家的和维护国内的和平是骑士的职责所在。我马上会派精英骑士，要他的命，让他再也不会出现。嗯，马特奥，嗯，等一下。そうだ、我が息子に魔物を捕らえさせよう。騎士として成長したお前ならば、今回の任務もきっとこなせるであろう。对了，就让我的儿子去捕捉这个魔物好了。你这个相当成长的相当卓出色的骑士，你已经成长为相当茁壮的骑士。相信你一定能够胜任这次任务的，一定胜任这次的任务。レレキセの騎士を次々と鳴き物にしてきたあの魔物を私がですか？私では叶いませんよ。连身经百战的骑士都一个个丧命的那只，因为他一个个丧命的那只魔物，要我去。我不可能敌得过的。哇哈哈，実力ものほど謙遜するほどだ。それに戦いを前にして武者ぶるいも止まらぬと見た。頼もしい限りだな。哇哈哈哈，越是有实力的人越会谦虚的，而且在交战之前就已经兴奋得浑身颤抖了。你真的是让我觉得太值得依赖了，太可靠了。よし、ファリスよ、行け。砂漠の殺し屋を見事捉えてきまいれ。好，去吧，ファリス。去抓到那只沙漠杀手。は、はい、承知しました。準備のため一度実施室に戻ります。それでは。是，我知道了。我要回到自己的房间准备。那么，告退。すまない。日色の枝の話は後だ。話があるから。後で僕の部屋に来てくれ。抱歉，七彩树枝，这个就再说吧。我有事情要跟你说，等一下来我房间一下。这太惨了，
砂漠の殺し屋、すでに被害も出ているようですし、このまま黙って見過ごせませんね。沙漠的杀手，看来已经有人受害，可不能够就这样子放过不管。バリス様でしたら、城の1階のお部屋に戻られたようですわ。お話の続きを聞きに参りましょうか。巴里斯王子他人好像已经回到城里的一楼房间去了，就去找他看看他有什么话要说吧。待ちかよ。あともう少しで虹色の枝が手に入りそうだったのだったってのに、砂漠の殺し屋って魔物もまか悪いぜ。不会吧？就差一点就能够拿到七彩树枝了。那只叫做沙漠杀手的魔物也真的是太不凑巧了。しかし王子も王子なが王様の親バカぶりも呆れちまうな。他人事ながらこの国の将来を心配しちまうぜ。不过那个王子虽然让人觉得担心了，这个国王的那个宠孩子的那模样也真的是太让人受不了了。虽然这不关我的事，不过真的是蛮担心这国家未来会怎么样发展的。言わずとも龍の気分わかるわ。王子の部屋に呼ばれて嫌な予感がするのね。実は私も同じ気持ちよ。你不用说，我也知道你的心情了。国王找你，王子找你去他的房间，应该会让你觉得有不好的预感吧？我也是一样了。確かに君は進まないけれど、国宝の虹色の枝を手に入れるためとも思って王子の話を聞きに行きましょう。虽然是让人心甘情不愿啦，不过为了要得到这国家的国宝七彩树枝，我们就去听王子怎么说吧。魔物捕獲の遠征隊に任命されてしまった。もう生きては帰ってこれぬかもしれない。だがこれも騎士の悲しき定め。我被任命为魔物捕获的远征队，捕获魔物的远征队。或许没有办法再活着回来，不过这也是骑士可悲的命运。啊，どうせ死ぬのなら、馬のレースで優勝して賞金の山に埋もれて死にたかった。啊，既然要死，真希望能够在赛马比赛中得冠，然后躺在赏金堆中死掉。砂漠の殺し屋捕獲に向かう王子様の護衛をやることになったよ。我必须要去保卫王子，必须要保卫前去捕获沙漠杀手的王子。騎士としては、堺？不是堺。誉えある任務だけど。糟糕，这个龙我突然忘记怎么念了。あの王子様のお守りをしながら、砂漠の殺し屋と戦うなんて憂鬱だ。虽然这就骑士来说是个很光荣的任务，不过要照顾那个王子，还要去跟沙漠杀手应战，让我好忧郁。呵呵，日頃の訓練の成果がついに試される時が来た。考验我平日训练成果的时刻终于来了。砂漠の殺し屋を必ずや捕らえて、天柄を立ててみせようぞ。我一定会抓住那只沙漠杀手建功的。そこの兵士は何でも砂漠の殺し屋にやられて怪我を負ったそうなんだ。这个骑士听好像是遭到沙漠杀手攻击而受伤。サマディの誇り高き騎士をこんな目に遭わせるとは。
凶悪な魔物だな。だが私が代わりに聖杯してみせようぞ。居然能够把光荣的杀马迪骑士伤害成这个样子，还真的是一只凶恶的魔物呢。但是我会带他解决掉这只魔物的。砂漠の殺し屋にやられてしまったんだ。傷一つつけられず逃げ帰ってきたんだけど、王国の騎士として誠に面目ない。我被沙漠杀手给打败了，我连伤他一点都无法就逃回来了。身为王国的骑士真的是太没有面子了。奴のハサミは岩をも砕くほど強烈だ。王子様が捕獲に向かうと聞いたが、本当に大丈夫なんだろうか。他的钳子强到可以就连岩石都能够敲碎。我听说王子要去抓他，真的没有问题吗？哦，好痛。こちらの騎士さん、バクラバス、砂丘を巡回中に砂漠の殺し屋に襲われたそうです。命が助かっただけ、幸いだわ。这位骑士他在巡逻巴克拉巴沙丘的时候遭遇到了沙漠杀手攻击，能够捡回一条命就已经很幸运了。砂漠の殺し屋が現れるなんて、しかも遠征に行くのが王子様だなんて、そんなの無理に決まってるよ。居然出现了沙漠杀手，而且去远征的还是王子，这怎么可能会成功呢？啊，走れないはずの王子様がいい走りを見せていたから、嫌な予感がしてたんだよ。本当に大丈夫かな？啊。照理说不可能骑马，不可能会骑马的王子居然骑得那么漂亮，我就有不好的预感了。真的没有问题吗？讲的话都一样。王子様が向かわれるというバクラバスナオカ、そこには不思議な石柱が円を描くように並んで立っている場所がある、のです。王子他要去的巴克拉巴沙丘，那里建有一个有一个不可思议的石柱画园，像是画园一样建在那里的地方。总之就是那里有个石柱阵，圆形的石柱阵。とても古い時代の建物、建造物なのですが、一体誰がどんな目的で作ったのか、すべてが謎に包まれたままなのです。那是相当古老的时代所建造的。可是到底是谁为了什么目的而建造的，就一切都是谜了。讲话不一样。歴戦の騎士だ。レース上でのファリス様のご活躍に王様も満足したみたいだけど。看到王子在法里斯王子在比赛赛马场上的表现，国王似乎是相当的满意。歴戦の騎士だって歯が立たないてのに。王子様に砂漠の殺し屋捕獲を命ずるなんて、さすがにむちゃむちゃ、さすがにむちゃくちゃすぎるぜ。可是，他居然要任命王子去抓那只连身经百战的骑士都无以应对的
连不堪一击的那只沙漠杀手，这实在是太乱来了。王子様が魔物の捕獲に向かわれるそうだな。しかも相手はあの砂漠の殺し屋と来た。王子好像要被派去抓那只魔物了，而且王子好像被派去抓魔物，而且对象还是那只沙漠杀手。さすがは我らが、さすがは我らが王子様だ。民のために砂漠の殺し屋を捕らえようなど、まさに騎士の鏡だな。不愧是我们的王子啊，居然要为了民众而去捉那只沙漠杀手，实在是骑士的镜子，实在是骑士的典范。なんだか砂漠の殺し屋が現れたって急に騒がしくなってきたわ。この城はさすがに安全よね。听说有沙漠杀手出现，所以就突然吵了起来。待在这座城里面啊，还果然是很安全的。啊，去沙漠找沙漠杀手的事情就留在下一次的实况吧，这一次就先玩到这里了。这一次的实况都是在城里面，时间也差不多了，谢谢大家的欣赏。